ローワーカナダは現在のカナダ、ケベック州にあったイギリスの植民地である。公式には1791年から1841年まで存在し、領域は大まかに現在のケベック州南部とニューファンドランドラブラドール州のラブラドール地方を合わせたものだった。ローワーという名前は井戸ではなく海抜から来ており、アッパーカナダからはセントローレンス側の下流に位置した。 井戸に関してはアッパーカナダの方がローアーカナダより南にあった。東はセントローレンス湾と大西洋に面している。ローアーカナダは1790年にイギリスの議会を通過した植民地統治法によってそれまでのケベック植民地がアッパーカナダとローアーカナダに分割され1791年12月26日にそれぞれ一つの生態となった。 ローワーカナダは以前のフランス植民地ヌーベルフランスの一部であり、7年戦争でイギリスが勝利した結果としてイギリスに割上されたものでフランス系カナダ人が多く住んでいた。イギリスに割上されたヌーベルフランスの他の地域はノバスコシア、ニューブランズウィックおよびプリンスエドワードアイランドの各植民地となった。米英戦争の時、ローワーカナダもセントローレンス川上流で アメリカ軍の侵略を受けたが、跳ね返すことに成功した。ローワーカナダでもアッパーカナダと同様に自治政府が作られていたが、イギリス政府の統治に対する不満が募り、政治的に不安定となって反乱につながった。アッパーカナダとの違いは、フランス系カナダ人が圧倒的に多いという事情があり、フランスの市民法とカトリックの信仰を続けることができたことだった。 少数派である英語を話す市民に牛耳られ、しかもイギリス本国の意向に沿うことが本流であった政府に、対し1837年に責任ある政府を求める愛国者の武装放棄が起こり、時を同じくしたアッパーカナダの反乱が失敗した後も1838年まで反抗が繰り返された。この反乱がイギリス軍と王統派士官兵に潰された後、 植民地統治法は棚上げにされ、イギリス本国で植民地を管轄するローワーカナダ特別委員会が指名された。ローワーカナダとアッパーカナダの生態は1841年に廃止され、1840年7月23日に制定された連合法が発行された。その結果、ローワーカナダとアッパーカナダはカナダ連合という一つの生態に統一された。 1791年制定のロワー,ーカナダ憲法、大慶ロワー,ーカナダは以前のケベック植民地時代にあったフランスとイギリスの制度を混合した憲法を引き継いでいた。これはカナダ連合でもまた1867年の営業をきたアメリカ法でカナダ連合が作られた時、カナダ連合は再び元の教会で分けられ、オンタリオ州とケベック州となったが、 新しいケベック州でも引き継がれることになった。ありがとうございます。